皆さんこんにちは、むっちゃと申します。新勝馬ナダルが成功かということですね。いや、とてつもないロケットスタートっていうのを決めております。いや、やはりですね、その4戦4勝その無敗でね、競争生活を終えた能力っていうのはすごいものがあったのかもしれません。無事ならばね、やっぱケンタッキーダービーとかでもチャンスがあったのかもしれません。まあ本当にですね、今のところもう競りを含めまして、もう常にトップを走ってるよなっていう印象がありまして、まずはね、 JRA ブリーズアップセールでは好タイムに最高額を叩き出し、そしてね、千葉競りでもこちらは最速タイムプラス驚異の1億超え最高価格っていうのを叩き出しましてですね、そしてその勢いそのままに開幕週から3週目に渡りまして、6頭中3頭が勝利、2頭が2着というね、まあもう完璧な成績っていうのを収めております。またですね、先週の勝利はこれまでとは一味違った条件というところがありまして、これまでですね、その芝の短距離での勝利っていうのが続いてたんですけれども、ついにね、今回、まあ私的にはね、やっぱり本領発揮できると思っているこのダートのレースが来たということでね、まあ非常に楽しみにしてたんですけど、いや、驚異のワンツーフィニッシュっていうのを決めてきましたんでね、いや、これは相当評価できると思います。っていうのもやっぱりね、芝だけじゃなくダートの開幕週っていうのもね、非常に私は素質馬が揃うと思ってるんですよね。まあ特にこの東京の1004はそれこそ三冠競争にも直結するレースだと思っていて、去年で言えばですね、ここを勝ったアマンテビアンコは、まあ、まさに主役級の1頭となってきましたし、2着もハビレーだったわけですからね、もう明らかにここで好勝負をすることが三冠路線に向けての、まあ、近道ということは言えるんじゃないかなと。やっぱ条件がね、この時期であと少ないっていうこともあって、本当出来のいいね、仕上がっている馬がここにね集結してきますから、で距離も1004ならね、こうレースを教えられるというか、短距離ばっかりにならないギリギリの距離だと思いますから、まあそれはやっぱり出世レースになるのも分かるところかなと。あとはそもそもにやっぱりもう早期に勝ち上がっておかないと、もう三冠路線枠が狭すぎて出走できないっていうことになってきますから、まあやっぱりね、この時期に勝利を上げるっていうのは、いや本当に大きいと思います。まあそんな条件の中ですね、まあワンツーを決めてきたナダルっていうのは、いやもうこれは相当やっぱりダートにおいては私は熱いっていうのをちょっと確信深めてきましたよ。ノーザンさん、ヌルメールさんのニューイヤーズデイ3区とかね、オーセンティック3区とかもわざわざ関西からもね送り込んできて、やっぱりいいメンバー揃った中でのこれだけの着差をつけているわけですからね、ちょっと勝負の能力を評価してもいいんじゃないかなっていうところではありますね。で個人的にはやっぱりね、配合的に言っても、いやこの2頭はやっぱり重要だと思っていて、先週まではねディープインパクト配合2頭勝ちましたけど、やっぱダートで本気出すなら私はね、こちらの配合がいやベストになってくるとは思うんですよね。まずは勝ったクレイキングはナダル×キングカメハメハと、もうほんとこのハーチ氏はですね、こういうダート勝負においても大きな結果を残すことができるまで、それこそ世界を取ったウシュバテソウロなんかもね、本場がハーチであるわけで、あとはリメイクとかクランプライドなんかもねそうだったりして、まあもうねこれは知られたところではありますけれども、やっぱりね、もうほんとどこに入っても素晴らしい万能性を示す勝負ではあると思います。そして2着パースウェイドもですね、いやこれも本当重要な配合だと思っていて、ナダル×ゴールドアリュールということでね、まあサンデー系の中で、まあ、唯一とも言えるぐらいね、ダートの大系統を築いている本場っていうのは、やっぱハーチとしてもね、その影響力は強くて、ハーチとしてのね勝利は9対1でダートとなっております。まあこれは明らかにやっぱり私はね、ハーチもその適正に影響をもたらすなっていう風に捉えておりまして、まあもうそれこそですね、新しくなった東京ダービー第1回のカーチューマーラムジェットもマジスティックコーリア×ゴールドアリュール、アンモシエラもこのハーチということで、まあこれもね、またやっぱりそのダートさんがクラシック競争を目指していく上では、まあ明らかな重要なね数字だと私は思っておりまして、でやっぱりそういう意味ではですね、やっぱ私もナダルがやっぱダート中距離サイヤーだと基本的には思ってるところがありますんで、やっぱそうなった時にやっぱディープインパクトとか他のね芝系の勝負がハーチになってくると、結構やっぱ中途半端感がね最終的に出てきてしまうっていう可能性もあると思っていて、やっぱそれだったら私はね、ぜひね、このゴールドアリュールとかキンカメ、あとはシニミニとかサウスビグラス、パイロ、ヘニフーズとかね、そういった
もうダートの掛け算のね配合馬たちっていうのも、いやぜひ狙ってみてほしいなっていう気持ちはありますね。やっぱ最終的にはね、こういう特化した馬がやっぱりその路線のトップにはいや立つと思うんですよね。もう全然個人的にはダートで言えばね、ナドラ距離持つ勝馬だと思っていて、父はブリーダーズカップクラシックカーチューマーですしね、ハーチプルビット、エーピン DK、まあまさにパイルやね、シネミニが出ているわけですから、大きな問題は感じられないところかなと。まあこれでナダルが当たってくるんだとしたら、本当に日本はね、ロベルト系と相性がいいんだなっていうことになってきますよね。特にクリセス系との相性がいいですよね。ここからシンブリクリセスが出て、エファネイアとかも出てね、そしてルバンスレーブも、まあ同じくダートサイヤーとして、大きな期待をされているわけですから、あんまりこう世界的に見て大当たりしているっていうラインではないと思うんですけど、本当日本においてはね、こうやってサイヤーラインとしても、そして母系に入ってもね、大きないい働きをしている気がします。まあとりあえずね、本当個人的なダートの開幕試合、芝に引きを取らず出世レースだと思っている中で、いやワンツーフィニッシュっていうのはね、いや相当評価していい状況なんじゃないかなと思います。いやさすがにこの状況はね、一口やセレクトセールでも大きな評価を集めることになりそうです。果たしてこのままね、品種バリーニングも独走していくのか非常に楽しみですね。2年連続でね、こういう穴っぽい馬がトップに立ってくるのか、そして他にもね、新勝馬の初勝利っていうのが出ました。モザスコット3区がですね、八甲田のダート1000メートルで単勝を決めました。まあ、やっぱりね、サイヤーラインで言えば、ガリレオ・フランケルっていうね、ヨーロッパラインのところもありますから、ただその品系がですね、かなりダートでの活躍場が目立つっていうところで、まあそちらのね、潰しが効くんじゃないかっていうことで期待されていたところもあったと思うんですけど、まあまずね、そこの勝ち馬が出たっていうことで、いや、これは一ついいスタートになったんじゃないかなと。結構、ダートの短距離はですね、ストームキャット系、ヘニーヒューズとかドレフォン、アジアエクスプレスとかがね、とにかく得意にしている舞台で、ほんとこう、アメリカの血が出ている馬が有利っていう傾向が強いんですけど、そこでこれだけのね、圧勝を決めたっていうのは、ちょっと本当にいけるのかもしれないっていう予感はさせましたね。まあただ、ハーチもヘニシーだったりしますんでね、これはヘニーヒューズの父でもあって、やっぱそういうところがね、しっかりと出ている感じなのかなっていう見方もできますね。ちなみにこのリリーフィールドの妹がですね、ちょうど今募集中なんですよね。G1 レーシングで2000万円、父はサートルナイアに変わりますけれども、いや結構いいタイミングでの勝利っていうことになりましたんで、いや面白みはある馬になったんじゃないかなっていうふうに思いますね。さっきのナダルゴールドアリル配合のスワデラの子もね、 G1 でまた募集されてたりして、いやこれ G1 募集のね、槍が決まったかもしれないですよ。やっぱ値段設定しちゃった後に兄弟が走るケースが一番やっぱコスパいいと思いますね。まあもう理想的な捉え方をすればね、その現役時代のような芝でもダートでもね、マイルのチャンピオンになるようなスピードを、そして潰しの効くところをね、持ってるっていうことになれば最高なわけですけど、まあ今の状況的には必ずしもそれはね、不可能ではないというか、そんな予感もさせるね、スタートにはなってきたんじゃないかなと。開幕週の東京マイルでもすごいいい足で追い込んできてましたからね、ちょっと楽しみになってきました。そしてこれは新勝負じゃないですけど、もうすでに複数勝利を挙げた馬っていうのが結構多いですよね。しかも3区走多いわけではないのにっていうのが、やっぱバゴとキングマン、まあやっぱりね、これはノーザンさんとの相性もやっぱ非常に優秀っていうところがありますよね。もう早速バゴの3区から開幕週の東京マイル、京都のマイルに、まあ本当将来的にはクラシック候補の馬たちがね、出てきているわけですからね。ポータルクラリティさん、いや非常にいい勝ち方だったかなと。バゴ×スペシャルウィークというね、まあまさに芝中長距離バリバリね、王道路線走りそうな配合。何度かご紹介したようにですね、この世代はブルノジェネスやステラベローチェの活躍を受けてですね、もう一気にノーザンがバゴをつけてきた世代と。7頭の生産馬がおりまして、もう早速ね、そのうち2頭が新馬勝ちを決めたっていうことになります。まあもう文句なしの相性の良さですよね。まあやっぱりノーザンさんは、もうとりあえず芝の中長距離が行ってもやっぱ今でも大目標ですから、まあそこにおいてね、
もう素晴らしい適性を示す本場っていうのは、いや、かなり評価しているところはあるんだと思います。凱旋門賞を取るっていうね、目標も掲げているところありましたから、まあまさにそこのね、勝ち馬である本場には期待をしているっていうところもあるでしょう。クロノジェネシスは残念でしたけれどもね、まあそれでもやっぱりヨーロッパでのこれだけの実績はやっぱ多分に比べたらチャンスはありそうかなと。まあ父方からやっぱスタミナとかタフさをこう引き継いで、ボケのね、そういうディープとかスペシャルウィークとか安定系からこうスピードを引き継ぐ、それがうまくね噛み合って引き出してるのがノーザンファンっていう印象を受けますね。まあ今後もこの7と要注目と言えるでしょう。いや7の7前頭勝ち上がり決めてもねおかしくないですよ。そしてプリティディーバー、キングマン3区もね早くも2勝目っていうことになりました。また東京の1400っていうことになりますね。まあヨーロッパの勝馬ですけど、もう完全にスピードもスピードタイプというか、逆にちょっと距離は持たないような印象も最近は感じられますね。シュネルマイスターはなんとかね1008までは重賞勝ちましたけど、もう全体でいうと平均距離 1400m とかになってますからね。まあ基本的にはかなり短い方がいいと言えるでしょう。ダートにおいては20回出走して0勝と、まあヨーロッパあるあるなね数値にはなっております。キングマンももちろんこの世代は輸入馬のみ全9頭っていう数にはなるんですけど、まあやっぱりすごいね質にはなっているので、まあどんどん勝ち馬は出てくるんじゃないかなと。スタセリタとかね、イーブンソー、アイランドオークス馬なんかもおります。まあただその先ほど見たように距離的に言ってねだいぶ短くなってきてる傾向があるので、クラシックっていう意味ではちょっとどうなのかなっていう見方にもなってますけどね。まあ牝馬は桜花賞とかはね対応できる馬はいるでしょうけど、ダービーとか菊花賞っていう印象はあんまりないですね。そしてですね、条件間違ってましたけど、改めてこれもね勝馬能力を感じさせたのがダノンレジェンドですね。こちらは関西のダートの初の新馬戦を勝利しました。まあやっぱスプリントってなってくるとね、ちょっとこう三冠とは距離のある条件には思うんですけれども、まあそれでもやっぱりね、敵の優馬たちが揃ったかなとは思うんですけど、まあそんな中でね、ノーザンのアメリカンファラオを差し置いてのこのハッピーマン、ダノンレジェンド3区が勝利したということでね、いやさすがですよ。もう去年の2歳戦の勢い素晴らしかったんでね、まあ主に地方ですけれども、もう毎週のように重賞勝ちまくり、ネクストスター競争も複数勝利して、いやこれはたまたまじゃなかったっていうところをね、早速見せつけたんじゃないかなと。まあなかなか現役時代の実績で言えばね、むしろかなりの番宣にも思える実績ですけれども、もうほんとそれはね、気にすることは全くなく、まあ明らかにこれもやっぱボケがね、アーチストームキャットや、この品系、BC ジュムナイルフィリーズ、あったおばあちゃんのね、影響力もあって、やっぱ勝負になってからはこれだけね早期からの活力を見せることができているっていうところはあるんじゃないかなと思います。やっぱ何がねどこが出てくるかわからないっていうところはやっぱ勝負になってからはあると思うんですよね。まだ谷付け料100万円どんどんね価値が上がってきそうで、そして東京マイルでは湘南マクベスがね、まあこれもまた強い勝ち方を決めたと。本場セレクションで7700万という日高としては超高額馬になると。オープン馬スタッドリーのね弟っていうことになるんですけど、ただこれ面白いのがですね、やっぱりこのボケでして、まずはそのおばあちゃんがブランシェリーというまでですね、まあ、つまりはシャトーブランシュとしてイクイノックスの同品系っていうことになります。そのシャトーブランシュ以外ではそんなに活躍は目立っていたわけじゃないんですけど、ちょっとこのウィングフロレーゾンのところもね熱いのかもしれません。そしてねこのお母さんはウィン冠名ではあるんですけど、ウィンバリアシャンと同じパターンで、まあ、ノーザンファーム生産所有馬ということでね、もちろん繁殖としてもですねノーザン所有白ウユ予託でいたんですけれども、ただこれがまたですねおなじみノーザン繁殖セールに出されたわけですよ。これほんと最近活躍を目立つなといったところで、先週もねヒデのブルースカイのお母さんブロンシェダームが同じパターンでしたけど、またねそこ出身の勝ち馬が出たっていうことになります。しかもその価格は165万円というね、いや超激安価格ですよ。ここからねもうそもそも競りで7700万で3区が売れるっていうだけですごいことですし、でしっかり新馬勝ちを決めるというね、いや最高の投資案件だったと。まあですから
これ考えるとね、なんかノーザンの育成力によってノーザンにいた時は結果出してたのかなって、まあ、やっぱり思ってたわけですけど、でも日高に出てもこうやってバンバンね走る馬が出てるっていう状況を考えると、いやシンプルにやっぱお母さんの能力やっぱ高いっていうケースも多いんだなっていうね。ノーザンにいた時の結果がそのまま結局他に出ても出ているような感じしますから、まあ、シンプルにやっぱノーザンさんもちょっとそこのね見極めは 100% じゃなく、まあ、漏れちゃったケースっていうのはたくさんあるんだなっていうふうに、まあ、思いますね。良くも悪くも課題にねノーザンファームが出した馬は悪い馬っていうふうにやっぱ見ない方がいいのかなっていうふうには感じますね。まあ自分が買うわけではないんですけれど、ということでですね、ナダルの爆走にモーザースコットもダートで勝ち馬を出し、そしてキングマンバゴも複数勝利と、早速ね早くから新勝馬や好調のね馬たちが目立つ新馬戦が続いております。そしても参考になったらうれしいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。